シュドウエストアリエルシュドウエスト SO1110 アリエル2シュドウエストアリエルはフランスのシュドウエスト車後のシュドアビアシオン車で設計製造された2座席の軽ヘリコプターであるこの機のローターはブレードの先端から噴出される圧縮空気ジェットで回転した SO1100 アリエル I は1947年に初飛行を行った密閉式キャビンを持つ小型の 全金属製ヘリコプターであった。マティス G8 エンジンで、チュルボメカ製圧縮機を駆動し、圧縮機で作り出された低圧の圧縮空気は3枚、ブレードローターの各ブレードの先端まで導かれた。各ブレードの先端は燃焼室となっており、そこで空気が燃料と混合されて添加された。アリエルは2枚の垂直尾翼を備える短い。 テールブームを備えていた1949年3月23日に、アリエル・アイに似ていたが尾翼を刷新された改良型の SO1110 アリエル2が飛行した。最終型の SO1120 アリエル3は、前の2つの型とは異なりチュルボメカ・アリュースタービン、圧縮機を搭載した。動力源を乾燥したために生じた空間には追加の座席が取り付けられた。 もう一つの相違点は、尾翼で、アリエル3は単一の垂直尾翼と方向打を備えていた。タービンからの Z 分流を方向制御に使用しており、方向打につながる方向制御板が分流を向きを制御していた。アリエルは量産には入らなかったが、ここで得た知見は、シュドウエスト人の開発に生かされた。出展、ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト証言。 性能、ありがとうございます。